サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。うるせえうるせえ、お前教室でそんな声で歌うな。いや違う、練習しなきゃいけないんだよ。なんで？クリスマスにエリちゃんとカラオケデートに行くの。でもお前その歌声じゃ女の子弾いちゃうよ。あ、そうだ、先生さ、歌うまいよね。当日来てもらって俺の影に隠れて歌ってくんね。お前頭大丈夫か？いや頼むよ、モテたいんだよ。ちゃんと練習して上手くなんないとダメだよ。正しく練習すれば必ずできるようになるから。必ず。うん。まず鼻にかけて、って歌ってみよう。なんで鼻にかけなきゃいけないの？理由が知りたい。理由知りたい。うん。それは、うん。あ、もういい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 。聞いた俺がバーだったわ。要するに叫べなくなるってことね。お、そういうこと。そう。その鼻にかけた感じで一回歌ってみな。はい。サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。叫べずいけてるでしょ。今鼻にかけたことで声帯の動きがミックスボイスの状態になったわけよ。だから今度はミックスボイスの状態だけ保って鼻から外してみな。ほう。なななって鳴き声で歌ってみな。はい。ななななななな。お。その感じで歌詞にしてみな。はい。サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。おお、よし、これでもう大丈夫だわ。ほら、必ずできるって言ったじゃん。うん、頑張ってきまーす。先生、普通に風邪ひいた。今日カラオケどうしよう。街のせいから会いたいと後悔するが会えない。チャンネル登録しろよお前。ちょっと待って、淳君ダメだよ、そんな言い方したら。言い方気をつけないと。